これが最初の関門よ。あまり難しくないといいんだけど。このエレベーターはもう使えない。でも通路を用意してあるわ。正しい順序で装置を動かせば上に行けるわよ。時間があまりないわ。何をするべきかよく考えるのね。人は前に進むことばかり考えて進むべき方向を忘れがちよね。よく来たわね。さて、これが第二の関門よ。勇敢さと知恵を見せてもらったわ。顔を合わせるのも時間の問題ね。第四レベルに通じる転送ゲートが開いた。サーガ様から撤退するようにとのご命令だ。もう？まだ時間があると思ったのに。サーガ様のご命令は即時撤退だ。焦らないでフレイヤ。みんなは一緒なの？ネメシス以外は。ああ、かわいそうな子。ねえ、イチゴ、早く来てください。ここはタワーより楽しいですよ。バルキリ姉さん、シーアたちな。わあ、バカにしないでよ。ダダダ、ダダダーン。5分だけ待ってやる。せいぜい。ああ、もう2号は真面目になるとつまんないのよね。他は言うことないんだけど。もう誰にも邪魔はさせないわ。さあ、力を見せて。
違うわよ。よく考えなさい。やるわね、こっちの番よ。あら、賢い子ね。関門を突破したようね。上で待ってるわ。ああ、やっと会えたわね。そこをどいて。気をつけるのよ。これはどうかしら。Take off.
でいい。やった、えい、やえい、これはどうかしら。面白い相手ね。でも戻れって言われてるから。今日は楽しませてもらったわ。残念だけど、また会いましょう。行くな。この先は危険すぎる。奴がどこに潜んでいるかわからないからな。気をつけろ。見せ場は逃したが、終幕には間に合ったようじゃな。異常者め、何をしたか分かっているのか。異常者だと誰かが選択せねばいかんのじゃよ。お前は世界を破滅させるぞ。いや、わしは世界を救う。裁きの時を待とうぞ。最高傑作だったはずのお前がわしに背くとはな。お前たち全員がそれを望むか。
シーク、大丈夫？シャーリーは？シャーリー、おい、シャーリー。大丈夫だ。時空エナジーのコントロールがいつ崩れてもおかしくないわ。すぐにここを離れないと。いや、それではダメだ。誰かが終わらせるべきなんだ。あいつを頼む。ジーク！お兄ちゃん、置いていかないで。一人にしないでよ。お兄ちゃん、ね、お願い。